ホーム大分トリニータの今日のメンバーです。ゴールキーパーは吉田、坂、ペレーラ、ミサオ、井上、弓場、下田、そして高畑、前はサムエル、町田、梅崎という11人です。アウェーのベガルタ仙台のメンバーです。ゴールキーパーは小畑、マセ、佐藤、キムテヒョン、内田、中島、松下が今季初出場となりました。名倉、遠藤、木田、中山という11人です。監督交代、伊藤監督にとっては仙台での初陣となります。マセがしっかりとつきます。高畑勝負に行きますが、もう一つフォローがある。ファールはない。海は深いところえぐって、最後この弓場が深いところまで入ってきました。大分名倉、もう一つ追い越し、遠藤右で入れて中山、中山前を向きに行きました。まあ、大分今自分たちのスローインからのボールロストですからね、ショートコーナーもあるようで町田が近いところにいます。大分受ける、合わせた、よく触りました。小畑ナイスキーパーですね。サムエルファーサイドで合わせましたが、よく防ぎました。小畑大外から坂も来る、もう一つ中で町田、もう一つ町田、頭でつないで梅崎、広げて高畑、ワンタッチ、ヘディングシュート、サムエル合わせましたが、クロスバーですか、はい、小畑は触ってはいませんでしたけれども、まあ、ここら辺強いですよね。若干ボールが内田跳ね返して、その後井上が拾いました。大分中でサポート、前半とはあまり変わってないようには見えますけどね。坂パセのヘディング、これも小畑触りましたね。ミサオに関しても非常にこう前で競って、あの低かったんで難しかったんですけどね。町田飛ばして井上、弓場も中にいます。金崎、井上から親のヘディング、崩し切りました。大分取りにいた先制、金崎溜めて、もう一度井上、このボールが良かったですね。しかも、まあ、ここ前に小屋が入れたことがね、この得点につながりましたけど、まあ、大分の選手 3,4 人がしっかりとこう絡んで狙いを持った中でのゴールですからね、非常にこう素晴らしいゴールだと思いますね。トカシが出ていきます。おお、取った、トカシ、中山がいましたが合いませんでした。中を切ろうという大分、取れればというところですが、繋いだ仙台、遠藤からのボール奪ったミサオ、ミサオ落ち着いてますね。プレコントロール金崎、香川、小屋がフリー、小屋勝負、小屋が狙う、よくカバーきました。勝ちすか、ナイスカバー、いやこれはもう攻撃守備両方いいプレーが出ましたね。素晴らしいトラップから繰り返し、しっかりとコース狙って、まあ、これ触ってなかったら、まあ、ポストに当たってどうかっていうような際どいシーンでしたよね。勝ちすか、よく戻りましたね。ミサオセンター、まあ、ペレイラ右っていうのもありますけどね。裏を取ってきた、コントロール、左足、あーっと外しましたか。まあ、監督も時間ないから入れろ入れろって言ってるんですけどね、なかなか中を大分閉めてますからね、うん、ようやく出ましたね。つながるか、頭で折り返し、真ん中ぽっかり入れて、よく戻った、下田、さあこれはカウンターになりますよ、はい。弓場、小屋、目安4分台に入りました。試合終了。大分トリニータリーグ戦3連勝、無失点で、今日も無失点で3連勝。